次の曲は化石の森、聴いてください。最後しぐれの空の下で、あなたは俺にあなたが構想を託していたのさ。案内された時間で無魔という召喚師姿も変えたあなたは、魔法とは異なる戦い方を身につけていた。超小型の電池付き召喚獣を駆使しながら、私のキャノンボールを導いた。星影の空の下。